おい、マジかよ。ポケモン公式、さすがにこれは、やらかしすぎじゃないか。やばいってこれ、公式、これ狙ってやってるのか、わざとやっているのか、もはやわからないけど、なんと公式が、やばい情報、漏らしてしまいました。では具体的に、どのような内容なのかっていうところ話していきたいわけなんですが、まずは、セントロリークさんのツイートの方がわかりやすいと思いますので、こちらからですね、紹介していきましょう。で、ニューリークと書かれていて、まあ、リークというか、まあ、公式が間違って出してしまった情報なんだけどさ、パラドックスのビルジオン、そしてパラドックスのスイ君、こちらの可能性のある二つの新しい動きがなんと公式からリークされました。よくわかんないような公式からリークって。で、まあ、後ほどですね、そこのくだりについては話していきます。で、まず1点目としましては、ハイドロスチーム、で、サイブレード。まあ、簡単に言うと、こちらの2つの技を間違えて公式が出してしまったっていうくだりになりますね。で、おそらく、この2つに関しては今のところ、まあ、ビリジオンと、あとはスイ君に連動する技になってるんじゃないか。要するに、専用技になってるんじゃないか。まあ、そのようなことが言われておりますね。で、元ネタがこちらとなっております。まあ、ペトですね、こちら確認していただければと思うんですが、ハイドロスチームとサイブレードか。まあ、明らかに専用技の雰囲気がするよね。まだこちらの2つの技に関しては、どのポケモンが使うことができるのかっていうところはわかりませんが、ただ今のところはビリジオンとスイ君の可能性があると。まあ、そのようなことが言われておりますね。いやーけどまさかの展開でちょっとびっくりしますよね。唐突に出てきたな、みたいな。で、その他にはですね、ちょっとこちらを見ていきましょうか。ポケットモンスター、スカーレット・バイオレットの2つの新しい動きがリークされました。で、日本語直訳されてるんでちょっとおかしなところがありますが。で、ハイドロ・ベーパー、ちょっと違うけど。で、サイコ・ブレード。これはツールを介して VGC に危機を報告してます。で、スイ君パラドックス、ビリジオンパラドックスの技と推測されると書かれていて、まあ、簡単に言うとやっぱりですね、ビリジオンとスイ君のパラドックスポケモン、まあ、パラドックスなのかあれちょっとわからないけどね、見た目的には。まあ、そちらの専用技である可能性が高いんじゃないかと、そのようなことが言われております。で、具体的にはこちらですね、まあ、スカーレットブック、バイオレットブック、ゲーム中でもこちら見ることができるかと思いますが、で、その中で、この2つのポケモンの絵があったと思うんですよ。で、ゲーム中では、なんとなく想像したと、そのような形で書かれていましたけど、さすがにそれねえでしょ。具体的すぎないかっていう話なんで。で、なおかつ、スイ君の要素、あとライコの要素、エンテの要素であったりとか、まあ他にもね、こちらも、ビリジオンとか、ね、他にもなんかいろいろいたと思うんですが、ちょ、忘れたわ。残り2匹なんだっけ。ちょっとド忘れしたな。まあ、とりあえずそういった形で、集合体みたいなポケモンになっているので、まあ、明確にはビリジオンとスイ君ってわけではないと思うんですが、まあ、どのような位置づけになるのかっていうところは気になるところですね。ただ、少なくともこの度、専用技が判明しましたので、まあ、かなり面白くなってきたのかなっていうところですね。なので、間接的にやはりですね、これら2体のポケモンの登場っていうのは、ほぼほぼ確定なのかなっていうところ。まあダウンロードコンテンツでしょうね。まあさすがに無料アップデートで追加されますよみたいなそういったボーナスはないと思うからさ。まあ非常に楽しみなところではありますよ。ちなみにこの2体のポケモンのタイプについては現時点では判明しておりません。ただそれぞれですね、3体のポケモンの融合体みたいなそのような見た目しておりますので、まあ、どういう位置づけなんだろうね。なんかその未来とか過去とか、そういう以前の問題で、どちらかというと融合体みたいな感じですよね。なので、個人的にはパラドックスとは、まだちょっと異なる位置づけじゃないかなと思いましたけど、なんかもしかすると、まあ、原始回帰とか、ないしはメガ進化とか、なんかそういったところがね、絡んでくる可能性もあるかもしれませんね。まあ、正直これに関してはちょっと読めないな。まあ、特にタイプに関しても読めないからさ、何タイプになるんだろうみたいな。まあ、そんな感じか。まあ、そういったところで海外ではかなりですね、盛り上がってますよ。新たな専用技が、なぜか出てきたみたいな。なので、それ関連のツイートが非常に多くなってますね。で、こちらのツイートも同じですね。
公式のポケモントーナメントの装備の作成者は誤って2つの新しい動きを明らかにしましたと書かれていて、でポケモントーナメントの公式大会が先日あったんですよね。でそこがまあ元ネタになっておりますという形です。いやけどどうなんだろう。まあ結局さ、この2つしか今のところは明らかになってないから何とも言えないところではありますよね。まあ他にも続報がやってきたら嬉しいんだけどさ、まあ専用技だけ明らかになってもって感じがしますよね。であとはそれとは別途ですね、これかっこよくない？めちゃくちゃかっこいいんだけどさ、まあさすがにこいつは出ないよねって話なんだけど、なんかこのようなツイートもついでにされておりました。でこちら見ていきましょう。では本題に戻ります。さらにクールなポケモンのアニメーションとエフェクトを作成するために、ああはいはい、なるほどね。なのでこちらは合成というか、まあ、改造というか、まあ、自作で作られたみたいですね。はい。まあ、そういったところで新たな2つの専用技が今回判明しました。まあとりあえずダウンロードコンテンツに関しては本当にね、まあ、どう転ぶのかっていうところはわかりませんけど、ただなんかちょこちょこ情報が出てくるよね、こういった形で。まあ、小出しではありますけど、まあ、専用技が判明したりとかさ、まあ、パルデアの大穴、やはり続編があるんじゃないかっていうくだりであったりとか、なんかいろいろ判明してますけど、けどどうなんだろうね、結局。皆さんはこの件についてどう思いますか？もしよろしければ、コメント欄にコメントお願いいたします。ただまあ、伝説ポケモン、ないしは、純伝説ポケモンあるあるではありますけど、まあ、専用技に関しては、どちらにせよ、まあ、存在するでしょうね。ただやっぱりここで気になってくるのがタイプがどうなるのかっていうところであったりとか、でこれらのポケモンの位置づけっていうところですよね。まあ今のところはスカーレット・バイオレット、こちらに制限はなくどちらも手に入りそうな予感がするけど、まあそれぞれダウンロードコンテンツって多分ね、第1弾とか第2弾とか丸々弾構成で分かれているかと思いますので、ちょ待って、邪魔なんだよ。ちょっとお姉さん邪魔なんだけど、ようやくこれ喋ることできたわ。で、これじゃなくて、あれちょっと待てよ。あ、OK、いけた。で、これではなくて、やっぱこれっすよね。まあ今のところ第3の伝説ポケモンであるということが今予想されておりますけど、やっぱビリジオンとスイ君の形をしたあのポケモン以外にもこれが気になるよね。まあ、結局なんかここに関する続報というか情報が全くないからさ、なんか本当にここに関してはダウンロードコンテンツが出るまでわからないのかなっていうところですね。いや本当にこれどうなってんだろうね、全くわからない。やポケモンって感じもしないしさ。まあとりあえずそういった形でございます。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからもポケモン動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた。